皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの長野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞、購読視聴規約。ここでこの動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を一語一句お読みください。えどこか一箇所でも、 承諾できないというところがありましたらこの動画の続きを見ることはできませんすべていじご一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行きましょう2019年4月16日火曜日暗号資産草コイン長野研究会今日の千葉県松戸市はむちゃくちゃ暑いですね青い 青い空、白い雲、もう常夏のハワイって感じですね、空はねで。外気温は24度ありましたね、もう車乗ってる時はエアコンつけないともう汗だくだくでね、やばいですで、もちろん着るものは半袖ですね、半袖の T シャツ着てました、花粉がすごいんだよね、目が痛くてしょぼしょぼしょぼするんですけれども、あのはい。 目が痛いですね花粉がなければねなんかねあの YouTuber の佐藤チさんがね今沖縄に行ってるらしいんですけど沖縄って花粉がないみたいね杉花粉がないみたいですね杉杉がないのかなだから花粉がないみたいなんですよ北海道もないって聞いた時あるんですけどねあの北海道ねところ北海道いいなと思ってたんですけど沖縄もないのかと。 沖縄も花粉症ないのかって言ったら沖縄行きたいのって暑いからね沖縄ね北海道にしようかなと思っておりますはいそれでね、えー、本日のお題ですが、えー、今日のドル円仮想通貨マーケット分析、えー、遅ればせながらやりたいと思います、まあ、全然遅くないからね、はい、動いてないから動いてないから気合い入れなくて大丈夫ですでですね 青いとこですね。FX は何もやらないことが結構きつい仕事なんだよねと。もうあのー、きつい、汚い、汚いです。きつい、厳しい、汚い。何もやらないってことが仕事なんですよ、FX って。なんかポジション、なんかごちゃごちゃやってね、ポジポジ、ポジポジ,ポジやったら負けてなくなっちゃいますから、お金、ね。何にもやらない。マーケット見ない。ね。チャート見ない。見ないことができない。きついね、これ。 まあだからね、タバコ吸ってる人がタバコやめるようなもんですよ。今日タバコ吸わないできますかお酒毎日飲んでる人があの禁酒。あとはパチンコ毎日行ってる人がね、パチンコ行っちゃいけない。できますきついでしょそれと一緒で。うん、FX はね、常習性があるんですよ。ギャンブルとまでは言いませんよ。だって、外国為替証拠金取引でちゃんとお金稼いでる証券会社とかね、 銀行とかトレーダーとかヘッジファンド、投資銀行とかいっぱいありますからね。仕事なんですよ。FX っていうのは。ね、株取引も仕事なんですよ。証券会社あるでしょ。仕事なんだけれども、常習性があるんですよね。だからうっかりするとパチンコとギャンブルになっちゃうんですよ。はい。だから、ギャンブルに陥らないようにするのが、えー、仕事なんですよ。で、それね、わかんない。わかんない人結構いる。<laughs> まあ、例えば、45歳でね、リストラになったり、うーん、早期退職制度を応募してね、出まい暇になっちゃったでも一生懸命頑張んなくちゃと。お金稼がなくちゃってね、会社や、会社行ったら朝から晩まで仕事してるふりして頑張ってるふりするよね。それと一緒でですね、独立して FX 頑張んなくちゃって一生懸命勉強したりね、チャート朝から晩まで張り付いてね、チャートにね、 それででポポポポポジジジジジ取っったりするる人いいいぱんまあほとんどの人はそれですねえっと FX の学校スクールに入らないで独学でね勉強して独学で始めた人はみんな一生懸命頑張っちゃうんです FX ね株もそうですけどね先物もそうですけど頑張っちゃってポジ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 やってねそれであの一週間とか一ヶ月まあ長くて三ヶ月ぐらいで 全財産、まあ、退職金とかを全財産を失ってですね、えーまあ、どうしようもなくなっちゃうっていう人多いです。で、私はね、今日からゴロニャン FX 管理人っていう風に名前つけました、自分でね。ちょっと赤くしとこうかね、ここね。あの、ゴロニャン、ゴロゴロニャン、ゴロゴロ猫と遊ぶと、ね、ゴロゴロ、まあ、ニャンニャンでもいいんですけど、 えー、まあ、ぐうたら、ぐうたら FX 管理人でもよかったんだけど、本当のぐうたらになっちゃうからね、まあ、ゴロゴロ <coughs> ゴロゴロするっていうのは、本当きついんですよ、あのー、まあ僕は二十九歳でね、三菱商事辞めて、 焦っちゃう、焦ってましたからね。翌月から給料出ないからどうやって食べていこうってね。あの結婚してて、かみさんと3歳の娘が一人いたからね。どうしようどうしようって家賃も高いしどうしようって焦ってました。焦ってね、まあ、独立起業してね、あの株式会社でベンチャー企業を立ち上げたんですけど、一緒ですよね。焦っていろんなとこ電話したりね、えー、飛び込み訪問したりね、なんだかんだやってもね、 あの空振りに終わってね、お金使い果たしてなくなっちゃいますよ、広告出したりね。はい、インターネットで広告出したり、いろんなことやってもね、あの、はい、ダメです。もっとどっしり構わないとね。それで、風林火山っていうね、言葉を覚えました。FX も一緒ですね。動かざること、山のごとしと。ほとんど、相場のほとんどは横横ですから、はい、レンジ組んで横横なんで、横横の時に、 えー、なんか動いたらね、ポジション取ったら全部やられて、こけついてなくなっちゃいます。駆けぬ、<laughs> け抜けること、風のごとしということで、相場が動いてですね、レンジをブレイクした上でも下でもいいんですよ。ブレイクしたら、風よりも早くね、走るんですね。はい。ですから、いつもはゴロゴロニャンニャンしてます、私はね。ゴロゴロニャンニャンしてて、ほとんどやりません。私のですね、確率統計学を用いた、 えー、計算によりますと、1、1回ポジション取ると95、95%の確率で負けるっていうのが出てるんですよ、FX っていうのは。はい、95%の確率で負けます、絶対に。なので5、5%の勝者になるためにはどうしたらいいかっていうのを、毎晩ね、中野研究会っていうですね、えー、メンバーを作って、メンバーっていうか、ダイナーズクラブみたいな組織を作ってね、上級組織を作ってですね、そこで毎晩10時半からね、 えー、12時半前2時間場合によっては2時間半1時までやったりしてますけどねはい日本全国場合によってあの世界からね、えー、メンバーが集まってますだ大体いいね昼間はね朝とか昼間はねゴロゴロにあ猫,猫いないけどいぐるみたはそんな猫ゴロゴロニャンニャンしてるわけですよ猫みたいにねで家でゴロゴロしたり、ま、洗濯したり掃除したりですねトイレ掃除したりゴミを出したり 家族をね、駅に送って行ったり迎えに行ったり、あと買い出ししたり、食事作ったり、家の掃除したり、あとは温水プール行ったりですね、家の周り掃除したり、散歩したり、はい、ダラダラしてます。ダラダラ FX 管理人でもいいし、ぐうたら FX 管理人でもいいんだけど、まあ一応ね、あのちょっと、ちょっとおしゃれっぽく、ゴロにゃんと、ゴロゴロ,ゴロにゃンにゃンにゃんというかさ、 あのゴロゴロ、猫のように、えー、暮らしているということで、ゴルニャン FX 管理人ですね、今日から名前付けました。それではちょっと行ってみましょうか。はい、前置きがなくなりましたが、<laughs> いくらでも長くていいです。なぜかというと、動いてないからですね。はい、見てください。冷やし行こうか。冷やし、ここが1月3日のフラッシュクラッシュですよね。で登ってきまして、1回落ちて、また登ってきたって感じですね。 4時間足、えー、アメリカのね、FOMC、朝方3時のね、発表からずーっと上がったと。上がって、金曜日、先週の金曜日まで上がって、えー、少し落ちてですね。<coughs> そして、えー、今週の月曜日、昨日ですね。えー、また始まったんですが、もう今日落ちてますね、もうね。こ見てください、垂れてるでしょはい。まあ、ただ横横ですね。このボリンジャーバンドの3シグマ、 えー、プラマイ3シグマの間をねゴロゴロ、うろついてますが、大体右下に行ってますでしょ落ちんじゃないのこれ、はい。落ちるんじゃないかなと思ってます。はい。もう、こうね、落ちてんじゃないですかこれ。ただ全然動いてないんですよ。はい。これ、な、何ピプス動いてんのと。 今日ね、今日始まって何ピプス動いてんのっ,って言ったって、10ピプスも動いてないんですよね。10ピプスぐらいですかね、動いてんの。まあ、XM はね、平均スプレッドが 2, 2ぐらいあるからね、じゃあ8ピプスしか動いてねえじゃんって話なんですけど、全くその通りで、全然儲かんねえじゃんって言って、儲かんないですよ、こんな横横でね。全く動いてない時は。こうやってトレンドが出て右肩上がりに、どこまで行くのって。 これね、結局100ピプス超え行ったんですよね、ここね。125ピプスも <laughs> 一気に上がりましたから、こういう時はね、何回、2、3回、途中で決済しながらね、えー、50ピプスも60ピプスも取れますから。で、1日ね、1日で昨日と今日でね、えー、っと、2日経ってますけど、もう10ピプス以内をうろちょろしてるだけですから、こんなところでポジション取ってもね、すぐに捕まってね、 すぐに捕まってですね、決済できないまま、えー、ちょっとした赤字を抱えたままですね、もう何時間もチャートを見ながら過ごさなくちゃいけないと。どんだけ時間無駄なんだと。そしたら、あの、コンビニ行ってバイトでもしてこいって感じですね。こういうところはポジション取っちゃダメですよ、これ。<laughs> 動いてないし、全然。一般紙でもね、動いてないですから。これで全然動いてないですから。 大体、一般紙なんか見たら、精神やられますからね、心がね。はい、ということで、こう横横ですので、こんな横横でですね、私のような高級鳥のですねゴルニャン FX 管理人がですね、えー、もう1時間100万円、時給100万円のゴルニャン FX 管理人がですね、こんなところで暇、時間費やしちゃいけないので、やっぱりこう家の掃除したりね、<laughs> 神さんの代わりに洗濯したりですね、か、ま、み、あ、さん、洗濯してくれてますけど、 あと、車洗ったりですね。あと、ボランティア活動に精を出すと。それが一番でございますね。あとは、これでもいい10年休にどこ行くのか決めるとか、まあ、はたまた夏とかね。いやいや、ちょっと待てよと。もう、今年の秋は、えー、例えば、まあ、もう10月から今年は終わりだと。今年はもう、いやいや、そうそう、そうだね、あの家族、家族からじゃないけど、うん、パパが朝からね、ずっと家にいてね、 うん、ほとんどん寝てるじゃないかと、言い引き書いてねあ。何やってんのと。で、動画撮ってんのか撮ってないのかわからないし、自称 YouTuber って言ってるけど、なんかコソ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 やってるだけでね。本当は何も言ってないんじゃないのと言いつつもね。いや、だけど、あ、で今月も、あの、利益3000、3000万円稼いだんだけど何かと。ね。先月も2000万円稼いだんだけど何かと。ね、何もやらなければ稼げるんですよ。 なんかポジション取っちゃうと全部なくなっちゃうから。<laughs> なくなっちゃうから。いかにやらないか。いかにやらないか。やらなきゃ減らないんだから。FX ね。証拠金。お金減らないんだから。あの、<coughs> どっか会社勤めるとね。なんかやらないとクビになるから。なんかやってもやらなくても、やってるふりして忙しそうにしてるふりしないとクビになっちゃうからね。なんかやらなくちゃいけないし、独立起業してもね。なんでもいいから <coughs>、バタ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 。 忙しくしないといけない。あとはブロガーになってもね、YouTuber になっても、常に、YouTuber だったら常に動画撮影して、動画編集して、アップロードするでしょ。ネタ探して。で、ブロガーもそうでしょ。常にページ作ってるでしょ。だから、常に何かしなくちゃいけないっていう、脅迫関連があるんですよ。それは、日本の教育そのものですよ。保育園から始まってね、保育園幼稚園から始まって。 常に1日8時間労働しないといけない、勉強しないといけないと。そういう教育があるんですけども、こと、<laughs> 投資、まあ、特に金融投資ですね、株、FX、オプション先物に、まあ、あと現物、現物っていうか商品先物に関しては <coughs>、やんなきゃ変ねえんだから。<laughs> やんなきゃ負けないんだから、やんないのが一番。で、次に、やっても、 利益が乗るところでしかやらないってことですねで利益が乗るところっていうのはあの、まあ、皆さんもう僕正解言っちゃいますけどファンダメンタルかテクニカルって言ったらファンダメンタル100%なんですよ。でテクニカルチャート分析っていうのは過去のチャートが確か確かになんとなくボリンジャーバンド当てはめると合ってるよねとかえっ、ー、とダウ理論に合ってるよねと。 とかね一目均衡表に従ってるよねってそう見えるだけであって、まあ、そんなどうでもいいわけですよ。もう <laughs> チャートの100%はえー、っとファンダメンタルで動いてるわけです。でラッキーなことにですね FX っていうのは世界のですね指標発表ファンダメンタルの競技におけるまあ狭い意味におけるファンダメンタルっていうのはですね指標発表のことですね。で <laughs> えと幸運にもですね FX につきましては経済指標カレンダーっていうのが全世界の人に発表されてますのでえ例えば今日だったらですね何,何日何時にですねえどのぐらいの重要度の指標が発表されるから気をつけてねって出てますからあ今日だったらね16日火曜日ですからドル円に関係するのは日本,え日本とまあこれ関係は 2, 2個だから関係ない欲ね星がね。 まああとアメリカですよね。だからこれ、今日は夜の10時15分まで動かないというように書いてあるじゃないですかで。逆にここになったら動くのでね。はい。で、指標発表の内容が予想よりも良ければドルは上に行くし、悪ければドルは下に行く。それだけの話なんで、まあ、どっち行ってもいいようにですね、仕掛けをしておくと。それだけの、<laughs> たったそれだけの話。で、仕掛けはですね、 えー、実は、この10時、22時15分の、まあ、10分ぐらい前か、5分ぐらい前でもいいですけど、5分ぐらい前に仕掛ければ十分です。その前にね、仕掛けちゃうとね、変な、あの、要因、えー、重要はあの、例えば、あの、トランプ大統領のツイッター発言なんかによってね、変に動いてしまって、IFO ああううに引っかかっちゃう場合があるからね。だから、5分前で十分です、ね、私を。 そしたら、ほぼほぼほぼ100%勝てるんだよね。はい。それを発見した時の喜び、ゴルニャン、ゴルニャン FX 管理人の喜びは、もう、空にも、天にも昇る気,も気持ちでしたね。うん。で、これは、誰がどう見ても下だから。誰がどう見ても下なんだけど、はい。でもやりません。指標の前にしかやりません。 はい、これね、これね、あれですよ。はい、これ下でだろってショート入れるじゃないですか。でも、今3時33分でしょ。5時から応酬時間になりますから、上上がりますからね、17時になったら。はい、もう16時40分くらいから上がっちゃいますから、それでまたみんな捕まりますから、これね、もう指標、あの、チャート見ない方がいいから、これ。うん、騙されちゃうから、これ。あ、これ下だなと思って。<laughs> 下、応酬時間から上がりますから。そして下がりますから。 ふざけんな子にやろうとね、往復瓶でくらいますから、もうやらない方がいい、指標以外やらない方がいい、指標だけを忠実にやっていけば、福利計算でですね、<coughs> 簡単に億万長者になれます。はい、簡単、<laughs> 数ヶ月でね、数ヶ月、まあ、元金、元のお金がまあ10万なのか、20万なのか、50万なのか、これはまあ50万以上は必要ないですけどね。それであの どんだけ早く1億万長者になるか変わってきますけれども、まあ、いつまでに何千万とか何億必要なんだと。で、今用意できるお金はこれだけだというのがあれば逆算計算でね、じゃあ1日何ピップス取ればいいのかっていうのが、えー、出てきますから、このね <coughs>、皆さんご存知の、これですよ。FX 福利って入れれば、あの、ここの FX 福利運用計算シミュレーターってのがあるんでね、 JP、通貨ペアはドル円でいいですよね。で、投資資金が、えー、例えば、まあ、50万でもいいですよ。まあ、10万でもいいですよ。10万ね。で、レバレッジは海外口座使うんで100倍ぐらい。で、1日の獲得ピップスを、まあ、あ1日じゃなくて、まあ、1回ね。1回で読みこ、読み飛ばしてですね、1回の、えー、トレンジブレイクのね、1回レンジブレイクの獲得ピップスを20にして、 これ計算を押すと、<coughs> はい。で1、1ヶ月のですね、レンジブレイク、えー、1ヶ月のレンジブレイクの取得をですね、20ピップス取得を、まあ1ヶ月2回ぐらいしかねえなと。まあ、ゴロニャン管理人ですからね、ほとんど遊んで、遊んでとか何もしてないから。で、じゃ最初の1ヶ月、例えば5月から始めて、5月はっていうとですね、10万円が13万6000円しかなってないわけですよね。で、これ6月。 はい、18万8000円。7月、<coughs> 1ヶ月、2回しかないですからね、ポジションね。25万8000円。8月、9月、10月、11月、12月ですよね。12月で131万4000円しかなってないわけですよ。これ全然だめじゃないかと。ね。はい、だめなわけですね。 いや、ダメじゃないですよ。ちょっと待ってくださいね。これ20ピップじゃなくてね、だいたい30ピップぐらい取れるから、はいレンジブレイクだと。はい、すいませんでした。レンジブレイクで月2回のね、大きなレンジ,あのレンジブレークしかね、使用アップしか狙わないんですよ。そうすると、最初、自己資金10万円でしょレブラッジ100倍。海外 XM 使ってね。で、これで計算して、<coughs> 5月。 6月、7月、8月、9月、10月と、11月、12月ですよね。12月になると、えー、これ425万2万0 0でしょで、来年の1、1月、2月、3月、4月、5月、ね。ちょうど1年経つと、4500万になってますから。 ね。で、来年5月小六 ?6 月、えー、7月、月2回しかやらないですからね。8月、9月、10月、11月の12月。来年の年末には、なんと、はい、1億2664万8400円になってます。えあ、違う違う。すいません。12億円になってます。12億円。 12億6,648万4000円です。足りないですか ?12 億円じゃん。はい。ということで、私はね、本当この月2回、FX やってますけど、月2回しかやってないんですから、月2回のゴロニャン FX、ゴロニャン FX を全うしてます。はい。なので、こういうね、こういうところでやんないし、月2回ですから、もう今,今月1回やっちゃったんだよね。はい。 で、月2回でしょだから、これ1回で取れるあの金額なんですよ。そうすると、これは2億6700万ですよ。で、その前は2億1100万。その前は 1, 1, 1億6600万。ということで、あの、だからここら辺だとね、1ヶ月で4億7000万ですよ。で、ここだと1ヶ月で2億9000万ね。ということで、 1>, 1ヶ月1億いかないなんてのはありえないんですよ。1ヶ月のね、収入、収入というか、利益がね。はい。ということで <laughs> あの、誰でもね、誰でも簡単に資産増えていきますから、か単純にねです、それ増えるためには資産減らさないこと、減らさないのにはどうしたらいいかってったら、ポジションを取らないことですよ。で、こういうね、大きな FMC の跡とかね、分かってるからね。 いつ動くのか分かってるからその時に、えー、自動でね、えー、エントリーして自動で結成すると逆言ったら自動で、えー、損切りすると <coughs> 毎回勝てるわけではないですけど確率論では、えー、買ってあの資産は増えていくことになっていますはいということでねえっ、ー、とこれどうなるのって言ったら、まあ、どっちでもいいんですよ上行っても下行ってもあの FX において下がるの上がるのっていう議論はもうナンセンスなんですよ それをね、平成の時代の古い議論、平成の時代のですね、えー、議論であって、もう令和の時代ですからね。もう、令和の時代は、FX において、上がるの下がるのどっちなのっていう議論は、もう古臭くて、おじいちゃん、おばあちゃんのナンセンスになっちゃいましたからね。どっちでもいいように、どっちでも儲かるように、あの、 トレードをしているのが、えー、中野研究会あゴルニャンン、ゴルニャン FX 研究会でございます。<laughs> はい <coughs>。それでね <coughs>、えっとですね、えっと、日経平均株価はプラス52円55銭ですね。まあ、動かない、横横なんで、こういう日はやらない方がいいですよ。はい。やらない方がいいです。昨日の入浴段はマイナス27円で動いてないですから、 やらなくて、やらない方がいいですね。あと、ビットコインなんですけれども、ちょっと待って、ビットコイン行く前、あういいか、ビットコイン行こうか。はい、ビットコインもですね、56万6000ですね。動いてないっていうか、まあ、60万円を顔出したらまた落ちちゃいましたね。これは、あの、カルロス・ゴンさんの奥さんが、事情聴取を裁判所で受けて、受けたことを、ね、に気にして落ちましたね。 で昨日ですね、あの、フランスの <laughs> 超有名な <laughs>、えっと、観光スポットであるですね、知ってます皆さん、どこだか。はい。あの、ノートルダム寺院ですね。ノートルダム寺院が、あの、放火に、崩壊なのか火災なのかわかんないですけど、えー、火事にあってですね、また、あの、報復、これは宮内庁の報復だとは思ってませんが、 またフランス攻撃されたと。で、これ、えー、受けてですね、これを受けて多分また日本のですね、大切な、えー、例えば、えー、そうだな、日本の京都のね、清水寺とかが燃えちゃったりしたら嫌ですね、本当にね。なので、<laughs> ま陰謀が隠れてるかもしれないですから、えー、十分にね。 気をつけていいいたただきたいと思いますあとですね、あの、バイナンスの方で、ビットコインサトシビジョンが徐々廃止になるということでね、えー、あのね、えー、ビットコイン、ビットコイン、ビットコインキャッシュね、ビットコインキャッシュの、ビットコインキャッシュがね、分かりましたよね、2つね、ビットコインサトシビジョンとビットコイン ABC に分かりましたよね。それで、まあ、日本ではビットコイン ABC を、 そのまま生かしててですね、ビットコインサトシビジョンは取り扱ってないんですよ。で、海外は、例えばバイナンスは両方取り扱ってるんだけど、まあなんか、あの、上場違反行為があったかわかんないですけどね。で、バイナンスの方で、えー、ビットコインサあ、ビットコインキャッシュサトシビジョンがですね、えー、上場廃止になるということで <laughs> もう一つの方がの、えー、ビットコイン ABC、まあ私、ね、日本ではビットコインキャッシュそのまま言ってますけどね。 これが上がってるということですね、昨日からね。で、ちょっとコインマーケットキャップ見てみましょうか。で、こう仮想通貨におきましても、金融投資なんで、毎日チャート見てたら、ここでやられちゃうんでね、時価総額も19兆3193億円しかないですから、でちょっと一服,一服ついてですね、下げ基調ですよね。 はい、で、ビットコインキャッシュだけは上がってますね。上がってます。4.66%上がってる。で、あと、ビットコインキャッシュ ABC は下がっあ、サトシビジョンはもう下がってます、ね。21.34%下がってますから、この7日間でね、1週間で。<laughs> はい、だから多分、厳しいですね、この世界はね。で皆さん、ビットコインサトシビジョン持ってる方は、早めにね、バイナンスで持ってる人は売らないと、 えー、ゼロになっちゃいますね、まあ、あとはノアコインですね0.04円ですね、はい、0.01円上がりました、まあ、ノアコインはねマライアキャリーをもう連れてきたしまあ皆さんはね信じることを覚えないといけないよね、はい、あの自分がさ、まあ、どんなに弱い立場になってね、まあ、お金がなくなって会食ビになってねお金なくなって 惨め、えー、な姿になってるですね。マッチ寄りの少女になってもですね、えー、汚らしい姿でね、マッチ寄り,りませんかとかね、お花いりませんかマッチ寄りませんかとマッチいりませんかってったきにね、何この人って汚いとかね、あっち行ってと、ね、言うとね、やっぱり神さん見てますよ。あとは、皆さんご存知の通り美女と野り、美女と野獣ってのあるでしょ あれも、まあ、野獣はもともとあの王様だったんだけど寒い日の雪が降ってる日の夜にねえー、みすぼらしいおばあちゃんが訪ねてきてね「すいません止めてください」と言ってねもう汚いから出ていけって言った時に「うーん私は神様である」って言ってねそしたら「お前を呪いにかける」って言ってね それで、あの、野獣になってしまったわけですよ。で、皆さんご存知の通り、イエス・キリストは言いました。最も小さきものにしていることは、私にしていることだと。ね。最もか話き人にね、しているあなたの仕打ちは、神様にしていることと同じですよと。神はですね、すべての場所、すべての時,時間、時刻に、 時空と、時間と空間を超えてですね、すべての場所にご臨在されてますから、あの、すべてあなたのことはお見通しだと、いうことでありますからね。仮想通貨で結果が出ない、FX で結果が出ないっていう人は、あの、何かをですね、見誤、見、見誤ってること間違いないですよ。はい。私は最近、あの、皆さんね、あの、松戸まで来て、 私のことを尋ねてくれる人結構いるんですけれども、私はね、あの、皆さんのですね、守護霊が見えるようになっちゃったんですよね。前からちょっと怪しいなと思ってたんですけど、完全に見えるようになって、しかもその守護霊がね、皆さんに対してどういうことを、えー、ってほしいかっていう声まで聞こえるようになっちゃったんだよね。はい、だからそういうのね、あの、十分にですね、皆さんもお墓参りをしたり、あとは、 神社でお祓いを受けたりですね、仏壇にお花を当選んをあげてですね、手を合わせてお供え物をするということをですね、欠かさずにやっていただきたいなと、切に祈るばかりでございます。はい。で、ちょっとビットバンク見てみますかね。ちょっとこれ消すか。<coughs> 結局ね、 すぐ忘れちゃうんですよ。そういうね、尊いね、お話聞い,た聞いてもですね、ああ、そう、自分もそうしないといけないなと、ああ、忘れてたなと、お若いり行かなくちゃいけないな、お払い行かなくちゃいけないなって思っててもね、行った人あんまりいないんですよ。で、一緒にね、松戸神社、え松戸神社のことはね、正式には僕の方でですね、仮想通貨神社と目を打ちましたけども、あそこは素晴らしい、優勝正しい、あリプロ落ちてるね。 まあ落ちてるってって35円だけどね。まあたくさん買ってる人はかなりの痛手かもしれないですね。41円あったのがね。うん。てかまあ半値戻し以下からこれ下がっちゃってるね。これね。うん。やっぱダメなのかな。リップル。まあ、リップルはね、僕の,なあの仮想通貨中の第一法則と第二法則があるんだけど、まあそれでね、計算結果出てもね、やっぱりリップル上がんないって出てんだよね。はい、僕の。 えー、仮想通貨物理法則、まあ、あのポテンシャルエネルギーと運動エネルギーをあのミックスさせてですね中の法則でエクセルで計算,表計算式出してるんだけどリップレはもう上がんないって出ちゃってるんですよねそれの、まあまあもちろんその物理的にねその経済物理学っていうのがあるから経済物理学ってあるんですよ。 金融物理学、金融工学ですよ。で、それで上がらないって出ちゃってるんだよね。それのまあ、えっ、ー、と、理由もはっきりしてるからね、ちょっと難しいかなと、その投資対象じゃないんだよねあ。あの、IT システムとしての利用価値はあるんだけど、IT システムとしてのですね、システム整備が先行してしまって、投資家に対するですね、理順の追求っていうのはやってないから。うん。 リップル財団っていうのはねあ,のあくまでも世界の銀行で使えるようにシステム IT システム整備をや,やってるんだけどそれが投資家に対して利益相反してるわけ、まあ、そうしないともうだって使われないからねだからリップルはもうひょっとしたらこう投資対象としては上がらないかもしれないね、うんまあ、詳しいことはちょっと長野、はい、研究会に聞いてくださいすいませんはい ということでね、<laughs> じゃあ最後にあれ見てみます。<coughs> えー、外為。<coughs> <coughs> はい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 。これですね。取引データですね。<coughs> はい、今ですね。あ、落ちてきてますね。 えー、89から91ですね。89、これちょっとね5、5ピプス単位だからね、荒いんですけど。ん ?89?90 ですよね。ここですね。あ、これ、売りがあるんですね。ここにでっかいのがね。ここも売りが厚いし。で、ここは買いがあるのか。だから、横横ですねう。うん、下、あんま下にも行ない8 80。 うーん80ぐらいまで落ちるかな。111円80銭まで落ちるかな。そしたら、売りが少なくて、これ売りが少なくて、買いが厚い。ただもう、時刻は4時なんで、上がるでしょうね。うん、下がっても上がるから、横横です。横横です。下がっても上がるんで。はい。あ,あの、下がったふりして、ここでですね、サポートされて上がっていくと思いますよ。はい。だから、ショートない方がいいですよ、これ。 はい。ということで、今回はこれで終わりにさせていただきます。それとね、あの、この私の YouTube 動画の動画解説欄にですね、えー、あれがある。<coughs> あの、XM ね、海外 FX 講座のね、XM のですね、動画、あの、これをですね、ここをもっと見るを押していただくと、 はい、これですよね。海外 FXXM を始めたい方はいかの手順に従ってくださいということで、これあります。で、Windows 10のパソコンを使わないとセキュリティ的に危ないですよ。Windows 7とか8とか使ってると、もうサポート中止してますからね、マイクロソフトはね。だから、平気でハッキングされてですね、中身全部持っていかれちゃうので、まあ、FX は送金っていうのがないのでね、 あのお金はあの自分の口座しか出金できないんだけど、でも勝手にトレードされちゃって全部なくなっちゃうからね、せっかく稼いだ FX のお金が。あと仮想通貨については送金されちゃうので、Windows 10にしないとダメですね。で古いパソコンは使わない方がいいですよ。新しいの買った方がいいです。ノートパソコンとかデスクトップパソコンとかね。で私はこの、ここ、あ、これに書いて、リンク貼っておきましたけど、<laughs> 東芝のね、 PT75GGP。あ、T75 のサテンゴールドとこれ、これ買ってます。これすごくいいです。うん。あの、インテル、コア i7 が乗ってるしね、早いし。あ、これ13万円ですけど、まあ、安い安い、こんな、すぐ、すぐ取り返せますから、こんな、こんな金額ね。FX なんかも、だって、1日何百万とかね、何千万いくからね。で、あと、ウイルス対策ソフトを購入しないとダメです。最初にね、 3ヶ月間トレンドマイクロとか入ってますけど、トレンドマイクロとかシマンテックとかね、NEC とかシマンテックかな入ってます。それ3ヶ月間しか使えなくて、そこからお金払わないとダメですね、クレジットカードでね。で、2年で1万円ぐらいするんですよ。でもし安いのが良ければ、ウイルスセキュリティゼロっていうのがあります。これね、僕これ使ってますけど、<coughs> これ最初に税抜きで1980円。 でこれ CD も入ってるんでインストールすればいいですね。あとは永年無料ですからね。これもいいですよ。はい。これ、あの、ウイルス対策ソフトは、絶対に入れない、インストールして、動かしておかないと、はい、ハッキングがあって全部持ってかれちゃいますからね、パソコン。はい。本当に気をつけてください。で、ノートパソコンのセットアップとバックアップの作成を行いますと。まあ、一番でね、パソコン新しく買った場合ね。 で、ノートパソコン、4番ノートパソコンにウイルス対策ソフトをインストールすると。2番で買ったやつをインストールすると。新しく買った場合ですよね。<laughs> まあ、ノートパソコン,あパソコンは Windows 10持ってるんだけど、えーっと、ウイルス対策ソフトを知らなかったって人は今回2番で買って、4番でインストールしてくださいと。で、5番目、以下のページからファイアウォール フォークスブラウザーをダウンロードし、パソコンへインストールしますと。これね、あの、皆さんですね、ブラウザーって、これインターネットのぞき、ブラウズって覗き込むって意味なんだけど、あの、ブラウザってインターネット使ってるでしょ、この、まあ、Windows、パソコンだったら、この E ってやつね、インターネットエクスプローラーとていうか、まあ、Edge って言うんですけど、最近。これでやってる人が多いと思います。はい、これでね、これでもいいんですけど、 あとは、特別に Google Chrome をダウンロードしてね、Edge から検索してダウンロードしてこれ使う。これ、こっちの方が便利。Gmail がすぐ見れるから。便利。うん。ただ、Edge とか Google Chrome、これ Chrome っていうブラウザーなんですけど、インターネットを覗き込む機能なんです。ソフトなんだけど、ツールなんだけど、これをね、あの、いろんなアプリとか銀行のネットバンクとかね、えー、仮想通貨の国内、海外交差とか使ってるとね、 クッキーがね、クッキーって言ってね、ID とパスワードがね、この中にですね、たくさん蓄積されるんですよ。登録されて、他のウェブサイトを見たときにね、それ全部持ってかれちゃう場合があるんだよねだ。だから気をつけなくちゃいけなくて、この、できればね、Firefox、例えば、XM 使うときは、この Firefox でしかもう見ないと。そうすると、この Firefox の中のクッキー、ID とパスワード、 は、えー、XM しかないし、ここで、ここは XM しか立ち上げないと。他の、えー、インターネットサイトを見ないということにすした方がいいよ。うん。で、XM の、えー、講座もね、な何百万、何千万、何億ってなっていくから、この Firefox をダウンロードして、それで XM を立ち上げると。<laughs> XM 講座を作るという風うにしてください。 これね、5番目ですね。こうですね。で、6番目以下のページから、XM のリアル講座を解説しますと。で、これやるとね、こうですね。はい、それで、え、ちょっと待ってね。はい、えー、ここで、 そうでファイアフォックスなんだけどだからこれね、ファイアフォックスをこうやって開くでしょうここでファイアフォックスを規定のブラウザに設定するって押しちゃうと今度からはどうなんだろうこれちょっと押してみようかどうなのかななんかね あれやこれ、今はさ、Google Chrome になるんだけど、なんかこう、リンクからね、リンクからたどるときに、リンクからたど、リンクからたどるときにね、全部、全部自動でね、Firefox になっちゃう、あの、Firefox になっちゃうんですよ。まあ、だからどうなんですかね。で、これ、以下のページから XM のリアル講座を開設しますと。で、すでに XM のリアル講座を開設済みの方も、 再度上記リンクに、リンクより同じメールアドレスを文字でリアル講座を解説してくださいと。で、これ開くと、え既存の、え規定、<laughs> 規定のね、あの、ブラウザーがあれなんですよね。Google なので、これ Google なんですよね。Google Chrome なんですよ。まあいいかな。本当はここにあるやつをね、ここにある、 やつをこれコピーしてここにあるアドレスをねコピーしてコピーしてこれ Firefox を立ち上げて Firefox 立ち上げてこれ、えー、規定のブラウザーに設定しない後でってやってここにえーペースト貼り付けしてリターンを押すとこういう風にしてくださいこういう風にしてくださいこういうふに,にしてくださいねはいこういう風にこうにそうだね で、あのー、今までね、えー、ともうすでに XM の講座を開設しただけあるよって人はここ、ここですね、追加講座を開設するで。初めての人はこっちですね。はい、でこ,うこうやっていただくと、ですねあの実は、実は私の方でですね、アフィリエイト講座を開きました。 アフィリエイト講座を開いてですね、あのーあ、その紹介手数料がもらえるようになってて、この XM ってのは紹介手数料ってないんですよ。0円なんだけど、あのー、それ以上のものがありましてね、あのー、ポジションを取るたんびに、えーまあ、だいたい1.8から2.0の、あのー、スプレッドが開きますよね。そのスプレッドのうちの1.0、最大1.0ピプスを、 私のですね、XM のアフィリエイトリンクあ、アフィリエイト講座にですねあの、支払われるんですよ。毎回ですよ。永久に。だ大きいよね、これね。1万通貨だと100円ですね。うん。だから、10万通貨、1ロット10万通だっだと、1回ポジション取っただけで1000円入ってくるんですよね、ここにね。で、みんなの分貯めておきますので、えー、ぜひぜひね、この、 そして中野研究が、まあ、7日間のここからね、ここの、あのここの,あの、Excel のリアル講座、ここ、アフィリエイトリンクですから、ここからですね、新規講座作ってもらったり、まあ、新しくね、講座作る人は、あまあ、やっぱりセキュリティの意味で、ね、Firefox 使った方がいいと思いますけどね、セキュリティ上のね、意味でね。で、ここをですね、コピーしてもらって、コピーして、 えー、Firefox 行っていただいて <laughs> で、ここに、えー、貼り付けですねで、リターンを押すとなりますからね、同じようにね <laughs> これでやってくださいそうするとクッキーとかがこの Firefox だけしか Firefox だけしかに Firefox には XM のクッキーしか登録されないのでねすごくセキュリティ的には非常にあの安全ですね はい、こっちの,の Google Chrome にはクッキーがもう山ほどあ,の、はい、あるので全部消されちゃったりね、はい、あとはあの消あの変なウェブサイトインターネットウェブサイト行くとね全部消されちゃったり吸い取られちゃったりするんだよねクッキーをねそうすると他人になりすまされて入られちゃって全部なくなっちゃうから気をつけてくださいそして はい、でだからすでに、他の人から講座解説してる人もですね、まあ、私のここのアフィリエイトリンクからやれば、またあの変わりますんで、ね、まあ、新しい、えー、っと講座作らなくちゃいけないですけど <coughs>、1人はですね、これ見ていただければ分かるんですけど、一生で1人は1つの,ああのメールアドレスしか使えないんですけど、えー、1人は同じメールアドレス、1個しか一緒で使えないんだけども、 8つまで口座解説できるんですよね。8個まで作れるので、で私の方でね、作った口座で、えー、これからね、トレードしてください。んで、お金をね、口座から口座に送金できるんでね。はい。あの大丈夫です。お金もね。それ以下のページからメタトレーダー 4MT4 をダウンロードし、インストールします。メタトレーダー5じゃないですよ。メタトレーダー4にしてくださいね。5は使いづらいんでね。 MT4、はい、m MT ミューは4と5があるんだけど、4ですね。はい、PC、Windows ですね。Mac だったらこれ。ウェブブラウザーってやるんだったらこれだけど、もう機能がすごく制限されてます。ウェブブラウザー。Web ブラウェブベースの MT4 ってもうほとんど使えないですよ、これ。iPhone とか Android ありますけど、まああのはい、スマホではできないですね。 はい、やめた方がいいです。スマホではできないです。やんない方がいいです。負けるから。あと、オンラインウォレット、ビットウォレット講座を開設しますと。で、これはですね、今、期間限定で、XM にですね、お金を入金するときに、これはそのクレジットカードで入金もできれば、ビットコインで入金もできるし、日本の銀行からも入金できるんですけど、このビットウォレットから入金すると、今10%プラスでつくんですよ。 大きいよね、やっぱり。10万円入金すると11万円になってるからね。だから、あのビットウレット経由でやると、あと出勤、あのまあ、入金の時も無料でね、XM 入金できるし、出勤の時もあの、銀行にね、日本の銀行に出勤する時もあも、手数料むちゃくちゃ安いです。最大で824円だとかな、800円プラス消費税かな。ぐらいしか、860円か。結構安いです。 はい、あとはまあ可能であれば中野研究会に毎月1万800円かかりますけれどもここに入っていただければ毎,毎晩ね夜の10時半からみんなで議論しながらですねトレードしたりですね iPhone の設定数値を議論したりしますのでこれはメールでですね毎晩22時半にはちょっと遅れるときもありますけど届きますからねあとは指標発表あるときはまあ8時ぐらいからやってるときもあります。 すごい楽しいし、勉強になるし、えー、自分でね、ポジポジ病を治すためには、こういうみんなでね、えー、議論しながらやった方がいいと思いますよ。で、まあ、この1万800円も、このアフィリエットリンクから講座開設して、トレードしてもらってる人に対しては、まあ、徐々にね、もうこの1万800円無料でいいですよっていうふうに、1人ずつメールで送ってます。まあ、ただ、もう儲かっていくからね、一月1万800円なんかもう、屁でもないからね。 もう何百万何千万って一月儲かっていくからまあどうでもいいやって金額になってくると思いますはいそれではね今回はこれで終わりにしさせていただきたいと思いますちょっと落ちてきましたねやっぱね、うん、ああここのラインを下げましたね一気にねただまだ4時5分でしょうだからちょっと気をつけた方がいいね上がってくるかもしれないからねはいそれでは今日はこれで終わりにさせていただきます <laughs> そうですね上がってくる可能性があるんでねこれ足場作ってますからね足場の高宮み,みたいな感じでねちょっと気をつけないといけないですよほらでこれ下がったからショート入れますよねみんなそれで上にバーンっていくからやられるんですよそれじゃあ今度損切りしてロングだってなると今度また下行ったりするからこれもじもじしてるときはもう全く無視してどっかで遊びに出かけちゃった方がいいですねそれでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました どうもありがとうございました。失礼いたします。